はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回もですね、制作スクラッチでの青の塔の青の塔96回ですね、やっていきたいと思います。この制作者の方は前回デビルのあのクモいたじゃないですか。はい、あのめっちゃ強かったクモに、それの次の回ですね、あれが 95.5 回なんですけど、今回96回と相性番号なんだっけ、オロゴンで覚えてたんで、オロゴン、ボビーオロゴンで覚えてて、065だったと思う。オロゴン、多分065ですね。はい。で、トマトッティらしいです。はい。トマトッティの大群、足が非常に速いぞ。何これ、ちょっと待って。今、もう、あの、メモのとこみたいなとこでさ、作者はクリアしましたって書いてある。ね、これ、これめっちゃ難しいってことかな？作者はクリアしましたってことは。メモとクレジット、ヒント。まずはこのすんごい速い操作になれよ。スピード系めっちゃ速いのかな？じゃあ行きますよ。オロゴン、オロゴンでいい。オロゴン、あ、ちょっと待って。オロゴン、これでいいかな？行きますよ。スタート。いやー、ちょっと待って、これ無理。早すぎんか。ちょっと待って、どうするとこれ。いや、逆に言えば、こうすればいいんじゃない？はい。でこれ待って、これ撮影画面によっては見えてないよ、これ多分。待って、これ無理だ。いや、ハマっちゃう、ここでハマる、最後やばい、これは無理だ。すいません、これ、もうかれこれ30分以上これやってるんですけど、あの無理です。これでも問題なのが、このステージっていうかパスワードがないと先進めないんですよね。なので、必然的にもうこの、この回想シリーズはもう最終回ということになってしまいます。本当に申し訳ないです。ちょっともうこれはね、多分わかんないです。15秒でクリアだったらまだなんとか、お、来るか。15秒クリアだったらなんとかなるかもしれないんですけど、これ混乱してて上下っていうか違うんですよ。その違って、さらに指の動きもとんでもない動きをしないといけなくて、で外側にふわって来られたら終わりなんですよね。トマトって、もう絶対外で戦うしかないので、そうなってくるともう運ゲープラスその指のもうね、おかしな動きしてるもん、この指今。見したいんだけど、ちょっともうこれは今もしかしたら動画撮って皆さんにお見せするかもしれないんですけど、もう本当に気持ち悪いですよ動きが。ということでちょっとごめんなさい、これはねちょっとさすがに難しすぎる気がしてしまうので、もしかしたらこのシリーズ最終回かもしれないです。はい、ちょっとさすがにね、これで終わられてしまうの申し訳ないので、この後、ちょっとなんか別のスクラッチのゲームちょっとやってね、いきたいと思います。いや、15秒でもない。ごめんなさい、無理です、お手上げはい、ということで、ちょっとスクラッチやるって言ったんですけど、多分ちょっと時間的にね、ちょっと青鬼オンライン、通常の青鬼オンラインも入れたいので、ちょっと、いや、でもやっぱクリアしたい。あのね、まず編集したんですよ、あの後。そのトマトッティに関して。編集したんですけど、おそらく30秒です。なんかその一番最初、じゃあ始めますって言ってスタートってなった瞬間に一瞬30秒って出てたんですよね。多分気づいた方はいると思うんですけど、で多分30秒でクリアだと思うんで、まあでももしかしたら15秒できたんで、でずっとぐるぐるする、まあちょっと腕のめっちゃなんか混乱しちゃうんですけど指が、でもあれ同じことを最悪ね、同じことをずっととりあえず指をずれずにやり続けれれば30秒できるっていう、1分じゃないっていうのが分かったから、
ちょっと裏で、もしかしたら撮影できて、できないかもしれないです。なんだろう。そのクリアした瞬間は一応撮影撮りますけど、その瞬間もしかしたらできないかもしれないんですけど、できれば次ね、次の回行きたいので、ちょっと頑張って、せっかくね、作ってくださってるし、なんとか頑張りたいと思います。はい。ということで、今回ちょっと、スキンをですね、これ皆さん懐かしいっていうか、まあ、青鬼オンライン、まあもう2年経ちましたよ。2年経ったんですけど、今回ですね、私が初めて、青鬼オンライン始めて、星さん、出たこのキャラクターでやっていきたいと思います。実は、青鬼オンライン最初からやった人だったらわかると思うんですけど、初めての、星さんスキンっていうのがこの迷彩服シリーズなんですよ。だから、この迷彩服を持ってる人は結構すごいみたいな。だから、今で言う、いや、今だとちょっとインフレしてるからわかんないんだけど、昔、ちょっと前で言う、コングを持ってるみたいな。もうコング持ってる時なんてもう、なんだろう、もう神みたいな感じでしたからね。まあ、今の時代もいいですけど、やっぱりあの頃の時代ってやっぱり良かったですよね。なんかその、スキン一個一個に対するさ、なんだろう、その、まあ、どのゲームにもね、やっぱり出てきてしまうことなんだけど、やっぱり、その頃って、そのコングっていうのがやっぱりもう、激レアスキンみたいな。そのコングをゲットするためにみんな頑張ってたみたいなところあったと思うんですよ。だから、なんだろう、まあ、やっぱりこれからね、僕的にその今のこのインフレ化をその抑えるじゃないんですけど、いや、いいと思うんですよ。いろんなスキンを試せるっていうのはすごい楽しいことだし、なんか今の現状別にその不満とかじゃなくて、なんだろう、そのまあやっぱりどうしてもどうだこのスキンだっていうのもやっぱり欲しいじゃないですか、どうしても。で、その時になんだろう、そのやっぱりそれを解消してくれるのが青鬼スキンなんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、人鬼とかもそうなんですけど、人鬼の要はふわっていバージョンとか、なんかそういうのがあるとやっぱり、なんか昔のコングスキンみたいな感じで、そのいたらあってなってみんなついてくるんですよね、コングスキンの頃って。あとレアスキンが出た瞬間にもう、全員がもう、なんかプレイヤーさん全員がもうその人追いかけるみたいな。そんな現状だったんですよ、昔って。だそれがね、まあ、今も楽しいですよ。先言っときますね。今もすごい楽しいんですけど、あの頃はすごいそれが楽しかったなーって思って、なんか懐かしいんで今。なんか昔のステージとかちょっとまた見たいですもん。1階2階があって、チビ鬼がいたステージがあったんですよ。な、それとかも、その頃って、レア鬼って加速したんですよね。ふわっていいみたいな感じで。全員。な、チビ鬼もギュンって伸びてきて、みたいな。なんか、青鬼一体一体にすごい怖さがあったんですよね。だから、このデブ鬼に関しては確か加速してなかったんですけど、いやでも昔のあのステージ復活してほしい。このデブ鬼がいたステージもあったんですよ。1回2回分かれててね。うん、でもデブ鬼に関しては加速してこないからちょっとラッキーだな、みたいな。で、クモ鬼とチビ鬼と、あとなんだっけ、チビ鬼、クモ鬼がなんかすごい脅威っていうかね、基本なんか加速してくるみたいな感じだったんですけど、なんか、その頃のやっぱり、まあ、よかったら、僕の青鬼オンラインの再生リストありますので、それで、なんだろう、パート1から、多分順番通りになってると思うんですけど、まあ、古い順みたいな感じで再生リストから見ていただければ、まあ、どんな感じだったの、昔の青鬼オンライン見たいやって方は、ぜひちょっと見てみてくださいませ。僕、実はね、自分の動画、あんまり普段見ないんですけど、青鬼オンラインに関しては僕、ちょいちょい昔の見てるんですよ。あの時の雰囲気というか、すごいなんか、なんだろう、懐かしむために。いや別に、何度も言うんですけど、今のこの現状が不満とかじゃないですからね。今は今ですごい、青の塔とか出てきたりとかあるんですけど、やっぱり、昔やってる組としてはなんか昔の雰囲気も味わえたいな、みたいな。思うかな。まあ、あの頃はね、最初、リリースされた時に暗転してしまう、暗くなっちゃって、ほとんどボット部屋でしか入れないみたいな、そんな状況だった時もあったんですけど、最初はね。で、そっから、だんだん戻ってきて、みたいな。で、この、ミカちゃんが最初当たってね、結構しかも早めにゲットしたんですよね、僕確か。だからすごい、相変わらず硬いな、重いな。すいません。ちょっと一瞬止まったかな、大丈夫かな。ごめんなさい。ちょっとガスマスク使っちゃいました。修正してたら、画面を。いややばい、ちょっと待って、ウルトラマンみたいな声出た。ヘアちょっと待って。やだ、ちょっと待って。やんやん、ちょっと、やばい、これまずいぞ。どうする?これはま、
待って、ガスマスク私持ってないわん。誰かガスマスク持ってないか知らん。誰か、誰か青鬼にやられてくれ。青鬼にやられてくれたらいける。落とさない。よし、どう、いやでも負けたけど、いやわかんない、ブルーバーさん、よしよしよし、いけるいける、勝った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 、いける。さあ、残り5秒ぐらいで多分、青逃げ成功になる。サンキューいや。はい、ということで、まぁ、今回はね、ちょっと、鬼畜すぎるちょっとトマトッティと、まぁ、苦戦したんですが、苦戦したというか、なんですが、まぁ、なんとかね、クリアは、したいと思います。最終回とか言ってたんですけど、クリアしないとね、いけないでしょ。はい、ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、何度も言うんですけど、本当は10月12日の、まあ、新シーズンですね、何かしらアップデーっていうかイベントあると思うんですけど、それはちょっと、警察犬訓練士のちょっと大会がありまして、ちょっと現在愛知県にいなくなってしまうので、ちょっと撮影ができないと。はい、まあ、仕事に集中したいっていうのもあるのでね。なので、13日に必ず、投稿しますので、ぜひ見てみてください。ドラゴンさん、新イベント、新シーズン来てますよって、多分、ね、コメントとかで、言われるかもしれないんですけど、私、その時多分ね、大会終わってホテルにいると思いますので、どうしようもないんです、すいませんってなってると思うんで、やりたいんだけどね。まあ、一応でも、触っときはします。だからどんなシーズンかは分かった状態で多分動画出すと思いますが、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマーク、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。